よし、よし、よし、そう、よし、また頼むわ。師匠、こんにちは。ああ、あんたね、今日はどうしたの？もちろん修行ですよ、修行。ああ、修行ね、そうだったわね。うん。私、一日でも早く師匠みたいな立派な錬金術師になりたいんです。それならまず素振りよ。このほうきを使って素振りを1万回してみなさい。素振り？師匠、それって錬金術に関係あるんですか？まあね、偉大な錬金術師になるためには根気と体力が必要になるのよ。なるほど。私、今までやる気はあっても途中でバテちゃうことが多くて。そうそう、そういうこと。このほうきをあげるから頑張って。師匠のほうきを私に？うわー、がぜんやる気が出てきました。頑張りますね。悪い子じゃないのよね。でもほうきを持つとなんだか魔法使いみたいですよね。それよりほら、遊んでないで素振り1万回よ。はい。それじゃあやるから見ててください。バカ言わないで。私もずっと見てられるほど暇じゃないの。自分の家とかでやりなさい。わかりました。じゃあ終わったらまた報告しに来ます。気分が悪くなるわ。何それ、ミルカってお化けか何かじゃないの？帰っていい？まあまあ、せっかくいい天気なんだから。ほら、食料ウサギのミートサンド美味しいよ。中央の学校に行ってた頃ってお弁当は自分で作ってたの？毎朝作るの大変じゃなかった？学校には食堂があったから、そこで食べてた。何それ、超リッチじゃん。メニューは？いろいろあったけど
私はステラードの料理の方がいいわ。私は一度くらい食べてみたいよ。きっと美味しいんだろうな。別に無駄に高いばっかりで周りはうるさいし、あんなところで食べたって何にも美味しくなんかない。あんたの作ってきたサンドイッチの方が全然マシ。ミルカ、もっと食べていいよ。いらっしゃい。用事はな。どれ。材料はどれにする。これでいい。それなら始めるわよ。これでいい。仕上げに入る。できたわ。どの戦力を引く。これでいい。これで完成よ。はい、シャルの武器作ってみたから。やったー、ありがとう。ちゃんと師匠譲りのほうきをベースにしてくれたね。ほうきはほうきだけど長い棒状のものだから武器。おまけに掃除もできる優れもの。そう言われると私の武器ってすごいじゃない。シャルが役立たずにならないように工夫してあるから心配しないで。そっか、ありがとう。ってそんな気遣いいらないよ。材料はどれにする。待って。いらっしゃいま。何をお求めでしょう。これでありがとう。これでありがとう。これでありがとう。ありがとう。読んでみよう。なる
るほどね。